今こそこの選ばれし悪を元から断つ時だ。近づくほど奴らの主と戦う時が迫ってくる。待てよ、今のは何だ。このタルクを何とかしろ。ハドロール、という名前になったか。何か聞こえた気がする。何か聞こえなかった。ゴンドールの推奨される様々な戦闘編成には前線の歩兵から最高峰の料理人や御者まで軍隊の編成方法が書かれている。兵士の隊列ごとに必要な靴修理人や蹄鉄工の数まで記載されている。こういった補給は一見戦況にはあまり関係がないように思えるわ。包囲された後、4つに分けた物資をめぐって争うようになるまでその大切さを実感することはできない。経験すればあなたも兵探学を学びたくなるはずよ。ゴンドール軍の陣形だ。将軍から歩兵までの。オークがゴンドールを侵攻したらすぐ粉砕されそうな編成だ。さっさと歩け。エルメなのはみんな同じだ。今のを見たか。人間だったよ。その首はもらう。見つけ出せ野郎ども。ウゴル、俺の絵だよ。墓を歩くまで。
別物だ。了解した。ここにいろよ。川を剥いでやる。どこに。ミナス・イッシルでは大規模な演劇が上演されたことはなかったし、ミナス・ティリスに関する劇が開かれたこともなかったわ。でも故郷の安らぎを感じられる音楽はあった。私たちが影に包まれた時、飾り気のない民謡や楽しい踊りは一筋の光だった。またあの音楽が聴けるようになる日は来るのかしら。昔からリュートを習いたいと思っていた。お前の手は音楽を奏でるためにあるのではないぞ、タリオン。重要な役目がある。確かにグラウクはでかいが、皆が言うほど恐ろしくはない。今、あっちで何かが動いたぞ。これまでだ。さっさと死ね。あっちで何かが。こっちをうろついてる。選ばれし者として従う。
切るのが好きらしい。よくやった。壁の上ハルクだ。やつを追え。あれ、今のは何だ。ヌアン界には私たちの理解を超える獣たちが住んでるわ。時々彼らの存在に関する手がかりが海岸に打ち上げられる。数年前に巡回兵が化石化したイカの口先を見つけたの。漁師が時々釣り上げる小さなイカと同じ比率なら、この生物は数十メートルもの巨体を持ってることになる。悪魔のような怪物が存在する証拠よ。この世界にはオークよりもはるかに恐ろしいものが確かに存在する。いい食い物にならないからだろう。恐ろしい怪物だったに違いない。最後の一匹ではなかっただろうな。こんなはずはない。俺がお前を殺さないとおかしいだろう。おしゃべりはここまでだ。さあ死ね。お前、突然会いに来ようと思ってな。いや、正確には出し抜くというべきかな。ああ
で。当たったな。あらしとめ。気をつけろ。今こそこの選ばれし悪を元から断つ時だ。近づくほど奴らの主と戦う時が迫ってくる。選ばれし者はこうやって作られてるのか。もっと派手かと思った。ナズグルは完全に儀式に集中している。襲撃するには最高の機会だ。リテが入り口を守っている。周りに気づかれないよう始末した方がいい。でかいブーツをくれればいい。一人で雲を踏み潰しにも。よく来たな、ダリオ。
この三人と共に魔王に仕えるために来たのか。それがお前の運命だ。己の運命を受け入れろ。魔王の前にひざまずく。抵抗できはしない。魔王の力に抵抗することはできない。俺たちを圧倒し、支配し、力を与え、霊族させるんだ。無駄話はもういい。戦え。Come on!
まった。うまくいった。でも儀式はこれが最後じゃない。戦いはまだまだ続くわ。我らの勝利が及ぼす影響は大きい。主導権を握った。これで向こうは守勢に立たされるだろう。敵を苦境に立たせたわけだ。そういう時こそ敵が最も危険になる。カルマル、我が君の知るがいい。了解した。
たくさんだ! 逃げ切ってやる! 見てろ! ウクブク。
人間ども。完全に切られた。私は廃墟から去り、洞窟に居を構えた。バラダドールの最初の石より先にここへ来て、その崩壊を生き抜く。彼女は自分の帝国を欲している。自分の王宮を手にして満足したんだろうな。無数のグールの返り血を浴びているだろう。
目玉を狙う。今の見えるか。血を見せろ。負けるんじゃねえ。負けるか。初めて見た。